ベンチャーゲームである。ダンのエンターテイメントが開発し、XBOX ゲームスタジオから発売された。3つのエピソードで構成され、マイクロソフト Windows と XBOX1 向きに発売された。本作はテレパシーを通して、互いに話をする能力を持った双子の兄弟である、タイラー・ローナンとアリソン・ローナンを描き、2人はアラスカ州の平地にある故郷の町で10年後に、 再開し、母親であるメリー・アンド・ナンの死の真相を調べる。物語が二人の子供時代のトラウマを掘り下げたり、重要な瞬間について、互いに記憶が食い違っていたりするように、物語に繰り返し現れるテーマは記憶の誤謬である。テルメ・ホワイは2019年11月14日に発表され、トリプル a タイトルで主要なキャラクターとして、初めて、 トランスジェンダーのキャラクターを主役にしたため、開発する間メディアに注目された。LGBT のキャラクターの描写が忠実かつ敬意を払っていると確実に受け止められるようにするため、開発チームはグラッドのような関連する専門家に助言を求めた。グラッドは LGBT の人々に関するマスコミ報道をチェックするため創設された非政府組織である。また、 アリソンと離れていた時期に性別移行をしたタイラーの声優として、ダンノはトランス男性に協力を求めた。加えて、本作の題材の一つに少数民族、トリンギットが含まれているため、作品の開発にあたっては、専門の組織が協力している。テルメホワイはおおむね好意的な批評を受け、トランスジェンダーの話題のような文化的に取り扱いの難しいテーマについて、 巧みに対処したことはもちろん、複雑なキャラクター、声の演技、物語の設計、設定についても批評家から賞賛が得られた。一方で、ストーリーテリングが一貫性に欠けるといった指摘や魅力的なゲームプレイが欠如しているといった指摘が多く寄せられた。プレイヤーはアメリカ人の双子、タイラー・ローナンとアリソン・ローナンを操作する。衝撃的な出来事により、 母親のメリーアンドーナンが亡くなり、10年間互いに離れて過ごした後、タイラーとアリソンは子供の頃に過ごした家を再訪する。また、メリーアンの友人であるサムにより維持管理された家の他に、双子はアラスカ州にある架空の街デロスクロッシングを再訪し、地元の住人と交流する。双子はテレパシーで互いに会話できる超能力のような結びつきを共有し、 過去の出来事について、しばしば細部にわたって現れるビジョンを目にする。三つのエピソードにわたる一連のシナリオで、双子は過去の出来事の記憶とビジョンを見るときに、また、出来事が徐々に明らかになり、全貌を知るときに、過去について異なる解釈をするため、本作の主要なゲームシステムでは、プレイヤーが双子を導く必要がある。過去の出来事について、プレイヤーが、 キャラクターに信じて欲しい見解に基づいて決定し、このことはゲームの物語の結果に影響を与える。デロスクロッシングの住人と交流するときであれ、子供のときに遊んだ物語集を読むときであれ、プレイヤーはアリソンの意見とタイラーの意見を言ったり来たりすることがある。大半のパズルは物語集にまとめられた引用を解読することから導き出される。このことはメリーアンが 自分のために創造したおとぎ話の生活と現実に何とか対処するためにいった奮闘を掘り下げる。トランス男性としてのタイラーのアイデンティティは物語の中で時折話題にされたり言及されたりする。北、アメリカ太平洋沿岸北西部の先住民コミュニティであるトリンギット族の文化を掘り下げ、デロスの警察署長エディ、ブラウンやマイケルのような トリンギット族のキャラクターを複数取り上げている。マイケルはアリソンの友人で同僚であり、タイラーの恋愛の対象になる可能性のあるキャラクターでもある。フィリピン系アメリカ人の文化とフィリピンのカトリック信仰の側面はテッサ・ベッチを通して掘り下げられている。テッサは以前メリー・アンと友人であったキャラクターでアリソンの雇い主であり、夫のトム・ベッチと一緒に地元のカフェと 小売店を経営している。トムはゲーム中、デロスクロッシングの市長選挙に立候補している。前述の NPC と交流するときに行ったプレイヤーの決断は、これらのキャラクターの状況と双子との関係性を明確にする。双子の一人の態度と行動がもう一人の信念や記憶を認めるかどうかに応じて、双子の結びつきが試される。本作は、 子供の頃のタイラーが正当防衛でメリーアンを殺したことを自供する2005年の回想シーンから始まる。10年後、大人になったタイラーは少年院を去り、アリソンと再会する。アリソンは事件の捜査官であったエディに養子として引き取られた。双子は前を向いて進もうと考え、子供の頃住んでいた家を売るためにデロスクロッシングに戻ったが、サムの努力にも関わらず家は、 修理が必要な状態になっていた。サムはメリーアンが亡くなった後アルコール依存症になった。双子は家を探索する間に子供時代の記憶、特におとぎ話について思い出す。おとぎ話は逃げ出したお姫様と二人のゴブリンについての話でメリーアンによって語られる。メリーアンはそれらの物語を イラスト入りの冊子、ゴブリンの本にまとめた。タイラーのジェンダーアイデンティティに関してテッサとメリーアンが話し合っていたことを双子は知り、テッサの店を訪れる。店でメリーアンの行動がなくなる、少し前に次第に不安定になっていたと言われる。その後、双子はデロス警察署でエディと話すが、エディはメリーアンのファイルを見たいという双子の要求を断る。アリソンは、 メリーアンをハサミで刺した時のフラッシュバックを起こし、心的外傷後ストレス障害に悩まされるようになる。翌朝、双子は警察署の資料室に侵入し、メリーアンに関するファイルを発見する。エディは双子の侵入を見つけた後、テッサのそそのかしについて警告するために、メリーアンを訪ねたことを認める。双子はテッサと対峙し、テッサは 自分の行動を正当だと説明し、メリーアンがコミュニティから孤立しており、さらにメリーアンの精神が不安定であり、親として的確ではないと考え、子供たちを危険にさらしていたと主張した。双子が家に戻ると、隣接する納屋が燃えており、放火犯が現場から逃走するのを見つける。火を消した後、放火犯が納屋の床下の部分に侵入しようとしたことに気づく。 ナヤの床下には鍵のかかった箱があり、箱の中でメリーアンに中絶するように指示する人物からの手紙を見つける。その後、メリーアンがボートの上の見知らぬ男性と口論していたこと、思い出すが、アリソンはタイラーと意見が合わず、タイラーから離れる。メリーアンの死に対する罪悪感と不安に悩まされ、アリソンの精神状態は悪化し、パニック発作につながる。 星さから回復した後、アリソンはサムが自分たちの父親なのか質問するためにサムを訪ねるが、代わりにサムが持っていた古い写真から、納屋の上に隠された屋根裏部屋があることを発見する。双子は屋根裏部屋を調査するために再び協力し、複雑なパズルのある部屋を見つける。双子はゴブリンの本を使ってパズルを解き、メリーアンのおとぎ話が 実は彼女の辛い過去の因縁であったことを発見する。メリーアンは高圧的な家族のもとに生まれ妊娠し赤ん坊を育てるためでロスクロッシングへ逃れた。赤ん坊は生き延びることができなかった。双子宛てのメリーアンの手紙と一緒に亡くなった兄弟の写真を双子は見つけ、メリーアンは児童保護サービスが生き残った子供たちを連れて行ってしまうという恐怖で、 ノイローゼになっていたことを理解する。双子はボートに乗った見知らぬ男性、すなわち自分たちのジップが実はトムベッチであると推定する。双子がトムと対峙した後、メリーアンが自分と子供たち二人を殺すことを計画していたと信じるか、トムが主張するようにタイラーがメリーアンを探しに来た時、メリーアンが自殺を計画していたと信じるか、 プレイヤーはアリソンとして決めなければならない。アリソンの選択に応じて、主に2つの結末が提示される。また、エピローグの詳細の多くはプレイヤーがゲーム中に行った選択により決定される。例えば、エディアテッサと和解するかどうかや、テレパシーの結びつきや双子が親しい間柄を維持するかどうかは全てエンディングに影響する。 トリンギットのトーテムポール本作は2019年11月14日にマイクロフトがロンドンで開催した XBOX イベントで最初に発表された。ダンノはライフ・イズ・ストレンジのエピソードを販売するタイミングが変則的であったという批判に対応して3つのエピソードの販売スケジュールを2020年の半ば以降に約束すると述べた。リードライターのモーガン・ロックハートによると 物語は過去の出来事に関して相反する記憶から衝突が生まれる様子や家族に関するものとして始まった。アリソンとタイラーや二人が育った小さな町を中心として展開し、そこからライティングジームはキャラクターの性格を決定するためにそれ以上の設定を追加したとロックハートは述べた。ダンノの目標は厳しいアメリカの現実について、 正直な物語を描写することであり、双子たちの母、メリーアオーナンの死の背後にある真実に焦点を当てることの一環として、貧困、メンタルヘルス、偏見といった題材を調査した。衝突に関して、ゲーム内で示唆されるその他の題材には、重症時の権利と転向療法がある。ダンノは、タイラー・ローナンというキャラクターを、トランスジェンダーを体験することにおいて、 本物の表現にするため、グラッドと連携した。タイラー・ローナンは主要なスタジオのトリプル a タイトルで主役を務める最初のトランスジェンダーのキャラクターである。グラッドのトランスジェンダーのメディアと表現部門のディレクター、ニック・アダムズは事業の顧問となり、タイラーに適切な配役を決定するよう勧めた。タイラー役にはトランス男性である声優のオーガスト・エーダン・ブラックが、 割り当てられた。本作は、タイラーのジェンダーアイデンティティに向き合うのを避けないことと、ジェンダーアイデンティティが個人的な面で、タイラーに影響を与え、このことは、他人がタイラーに反応する様子を伴うことが多いが、そういった様子を示すことの均衡をうまくとっていると、ニック・アダムズは述べた。XBOX パブリッシングのナラティブディレクタークレー、カームッチーは、 物語の主題だけでなく語り手の視点が議論される話題や語られる物語の性質に影響を与えると示唆した。また、本作の物語はタイラーのジェンダーを認識していなくても語ることができると述べたが、よく知らないことを掘り下げる方がもっと面白くなると主張した。タイラー役の声優にはトランス男性の声優が起用されることとなった。だが、 人材発掘用のツールでは男女の選択が必須となっておりどちらも選びたくないものは登録できないようになっていたため本作のキャスティングの担当者は外部の組織と連携したり SNS などを駆使して声優を見つけてきたフランス語、ドイツ語、スペイン語、ポルトガル語の吹き替え版の音声録音は新型コロナウイルス感染症が世界的に 大流行した影響により遅れたため、様々な言語で字幕のみ提供された。その後、2020年10月31日に吹き替え版が発売された。本作は、トルコ、ロシア、中国、アラブ首長国連邦、シンガポール、ペルー他を含む複数の国で購入できない。マイクロフトの広報担当者はゲームが入手できるか、どうかは地域により異なり、その決定は、 様々な要因に基づいていると述べた。発売日の8月27日までは先行予約をすることができた。2021年3月10日にチャプター1がすべてのプラットフォームで無料で入手可能になった。2021年のプライド月間である6月1日から30日まですべてのチャプターが無料になった。 タイラーが主役の一人として登場するというダンノの決定とどのようにしてタイラーの描写を取り扱うかを説明しようとする広範囲の FAQ の公表によりテルメホワイは発表された際すぐさまメディアの関心を聞いたとロサンゼルスタイムズのトッドマーチンは述べたダンノの FAQ は繊細な家族ものドラマとトラウマを扱うゲームに対するソーシャルメディアのナラティブの前に止まり 把握したいという願望として解釈されたかもしれないが、マイノリティの表現が依然として相対的に珍しいままになっているという現実を表しており、テルメホワイのような作品は非常に綿密に読まれることを避けられないと、トッド・マーチンは示唆した。トランスジェンダーのアイデンティティにおける本作の描写は様々な意見で議論される題材である。ファミツーの小林白菜は、 繊細な心理描写や人間ドラマ、双子の家やアラスカの風景の表現、アクセシビリティ機能を評価したが、日本語字幕はわかりづらい部分があると指摘している。4gamer.net の稲本哲也も、アラスカの情景の表現やシナリオと演出の完成度を評価した一方、日本語字幕の読みづらさを指摘した。デビュー集約サイトメトクリティックによると、テルメホワイは、 おおむね好意的なレビューを受けた。ありがとうございます。